まさです。す。プランナーとしててておお仕事させいいただいております学ぶことでスキルアップをして稼げるようになるみたいなよくあるマインドの渦に <laughs> 飲まれていましていろんな講座を受けていろいろスキルを身につけてはいるけれどじゃあ自分が何をしたいのかとかどうやってお仕事をしていきたいのかとかそういうことにずっと悩んでいました。 何気なくインスタグラムを見ていててい広告が出てきました LP を見てちょうどその時に自分が悩んでいることがすべて書いてあって驚いてすぐ申し込みましたセミナーに申し込んですぐに参加させていただいて田原さんのお話を聞いていたら今の自分の悩みがちゃんと言語化されていて。 あこの人なら私がが悩んんでいいるることとをきちんと分かっててくれている気ししました今までたくさんの講座を受けてきてなんとなく分かった気になっていたことだったり販売についてそのプロモーションについていろんな部分をきちんと細かいところまで学び直して理解が深まったと思います。 まだ具体的な成果とは言えないかもしれませんが個別の相談などをして田原さんと壁打ちをさせていただくことで自分の課題だったりこれからどうしていきたいかだったりがとてもクリアになって自分のサービス自体の見直しと設定ができるようになりました。これからきちんと 販売に向けてて動き出そうと思っていますウェブプランナー講座の受講者の方々は皆さん本当に優しくて相手のためにできることは何かということをいつも考えていらっしゃる方ばっかりなので自分もそうありたいなととても毎日学びになっています。田原さんの人柄ですかね <laughs> 本当に優しくて 思いやりがあっていろんなことをきちんと答えて誠実に対応してくださるのでとても頼りがいがあるなと思います私のようにフリーランスとして働いてはいるけれど自分が何がしたいのかはっきり答えが見えていなかったり迷子になっている方々にはとてもいい環境だなと思っていますこう小さなことでも相談できたりわからないことは教えてくれたり 悩みを打ち明けたり、いろんなことを共有できるとてもいいコミュニティだなと思っています。